こんにちは、おはようございます。どうしてこの目線にならないんだろう。この正面を見る感じにならない。まあいいや。昨日ね昨日って言っちゃった、日記をあげようと思ったんだけど、ちょっとその夜戻るの遅くて、全然できなかったんで、今昨日の分っていうか2017年5月24日の分のあれをあげます。はい。で、ねスーツ着ていろいろ出かける用事だったんでね、ちゃんと社会人っぽいなんかその大人みたいな仕事をしなきゃいけなくて、東京は水天宮、前駅まで行ってですね、いろんな打ち合わせをして、その後次に7時に人と会う約束があったんで、でそれまで2時間ぐらいあったので、近所その距離は割とあるんだけどね、その最近のウォーキングつながりというかあれで、歩いて東京駅まで行こうと思って、でその途中途中でいろいろなんか歴史的なものっていうか、まあなんかそのあったらね、そう吉田松陰が捕まっててさ、天馬町の牢獄の跡地があるっていうんで、そこは行きたかったんだよね。でそこをまずメインの目的にして、その行く時々の、神社とかに顔を出してる感じかな。はい、です。じゃあそれでまだつなげますね。水天宮の打ち合わせ終わって、今7時にね次のお客さんか会うんだけど、それまでちょっと時間があるんで、周辺のね史跡をちょっと、回ろうかなと思って、伝馬町の牢獄、吉田松陰が最後までねいたそこの牢獄が近いっていうので、そこまで歩いていこうと思います。あ、なんかあるよ。ちょっとそれはそれ以前にもなんかあるな。で、通りがかりになんかこの何なんていうの、小網神社って言うんだけど、結構ごつい神社があったんで、はい、ついでなんで、お参りしました。はい、吉田先生終焉の地、ここが伝馬町のね牢屋の跡なんですね、きっとね。はい、字はよく読めないんですけどね。はい、です。もうちょっと詳しく見たかったんだけど、ちょっとまた出かけなきゃいけないので一旦行きます。ここから現れた牢屋敷の石垣、すげえ。あ、このこれ公園の子なんだ。へえ。ここの一部がね、もっと広い牢屋敷だったんだけどね、ちょっと一回こっちに。あ、これがその石垣なんだ。で、はい、お疲れ様です。で、その後その7時から皆さんとちょっと打ち合わせをさせていただいて、餃子をいっぱい食べて、大変、臭い状態で次の日仕事をしているという形ですね。以上です。はい、お疲れ様です。